皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏期講習数学、今回からいよいよ文字式に入ります。文字式の最初は文字式の積と小の表し方、この復習から入っていきます。では始めます。文字式の積、掛け算の答えですね。これ3つルールがあります。文字式では乗法の記号をかける、これを省いて表します。括弧1、 5×x だったらこのかけるが消えて 5x とこういうふうに書きます。2番、 a×d、 この式ではやはりかけるがなくなって ab とこのように表します。数字と文字の積、数字と文字の掛け算は、数字を文字の前に書く、こういう規則があります。3番は a×-7。この時は、-7 が前に出て、-7a と。こんなふうに書きます。この括弧はなくなります。4番、括弧 a+b 括弧かける3。これは3が前に出て、その後ろに括弧 a+b と。こういうふうに表します。ただただ、1×a。これは 1a と書かないで、単に a。こう書きます。-1×a も -1a と、こういうふうには書かないで、これ -a と。こう書くので、しっかり思い出してください。次です。文字同士の積、文字同士の掛け算の答えですね。これはアルファベット順に書くと。7番は、C×B ですね。アルファベットでは B が先ですから、この場合は B、 そしてかけるを省いて C と BC とこうなります。8番です。 Y×3×X、 数字が入っていますね。数字は必ず文字の前に来るので、3から書き始めて3、そしてアルファベットでは X が先ですから 3XY とこのように表します。では次は類乗です。やはり数字の時と同じように文字の場合も類乗があります。同じ文字の積、これは指数を使って類乗の形で表します。9番はA×A。 A が2回かけてありますから、ここに A と書いて、指数 A のここのところに2と書いて A の2乗とこう読みます。10番、 X×X×9×Y×Y×Y、 文字は2種類 X と Y があるんですけれど、これ数字がやっぱり入っていますよね。この場合はやはり数字が一番前に来て9から書き始めます。そしてアルファベットでは X が先ですよね。 X は2回かけているので9の後ろに X の2乗、そして Y は3回かけているので Y の3乗とこんな風に表すんですね。次は割り算です。文字式の小、これは文字式では乗法の記号割る、これは使わないで小を分数の形で表します。11番、 a÷5 と、この場合は割る数の5が分母となって5分の a と、これが答えです。12番、括弧 a+b 括弧割る6と、割る数の6が分母になって6分の
で、このカッコ A プラス B は上に来るんですけれど、上に来た時このカッコは消えます。 A たす B、ね、カッコは書かないんですね。13番です。マイナス3割る X、 これは割る数の X が下に来て、これ上にマイナス3が乗るんですけれど、こういう書き方はしません。どうするかというと、このマイナスは分数の前に出してマイナス、あ、間違えました、長すぎちゃいました、マイナス X 分の3とね、分母にマイナスがついた時も同じです。分数の前にマイナスをつけます。で、14番いきます。x×11-b 割る8です。ここが掛け算、ここが割り算ですね。掛け算の場合はこの掛けるの記号を省いて数字から書くので、前の部分は 11x と、そして引くはそのままで b 割る8、割る数が分母に来るので8分のB と、この式の場合は 11x-8 分の B が答えになります。時々この間にある足し算とか引き算、これを消しちゃう人いるんですけど、ね、最初のテストで結構いるんですよね。これはやはり足し算とか引き算、これは省くことができない、この部分でテストなので点数を落とさないようにしてくださいね。今回は文字式の積と小の表し方、これについて復習しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書問題集の問題で復習をしてみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。